サンラザール駅は、クロード・モネが1877年に、フランス・パリのサンラザール駅とその周辺をテーマに描いた一連の作品群の総称である。モネは、1877年1月、一時的にアルジャントゥイを離れて、パリにやってきて、サンラザール駅の構内やその周辺で絵を描く許可を得るために奮闘し、また、駅の付近に絵を描くための部屋を借り、 4月まで、同駅の連作の制作に取り組んでいる。この連作については、ビルデンシュタイン作品番号で W438 から W449 までの、計12点の作品が確認されているが、1877年4月に開催された第3回印象派展では、その中で、いくつかの作品が出展されている。サンラザール駅。 ノルマンディからの列車及びナショナルギャラリー肖像のサンラザール駅にはノルマンディ線のプラットフォームがサンラザール駅列車の到着及びオルセー美術館肖像のサンラザール駅にはオートゥイユ線のプラットフォームが描かれているこれらの作品ではガラスを使用した三角屋根の下で黒い蒸気機関車が発着する様子が描き出されているサンラザール駅外の光景では 駅舎の一部の他に、駅の外の景色が描かれている。ヨーロッパ橋、サンラザール駅、サンラザール駅、外の光景及び、オルセイ美術館所蔵のサンラザール駅では、駅に隣接するヨーロッパ橋が描かれている。サンラザール駅の外、陽光の効果及び、サンラザール駅の外、列車の到着には、同じ構図が用いられている。ありがとうございます。